は、あいちんです。今日は上原さんにやってもらいたいことがあって、はいはい、今この別室、いつものスタジオとは違う部屋に来てます。はい、何やると思いますか、今日。なんで立ってダンス。ああ、いいですね。めちゃくちゃ下手くそですもんね、今日はダンスじゃないんですよ。今日はですね、上原さん、アキラ 100% さんご存知ですか？結構前じゃない？でも今、結構 YouTube 界、TikTok 界、アキラ 100% さん、めちゃくちゃバズってます。え、すごっ。そうなの？今更？これ、上原さんってやったら、すっごい面白いんじゃないかなって僕思って、今日は上原さんに、上原 100% になってもらおうかな、思います。はい。こちらをご用意しました。え、すごい。ちゃんとリボンまで持ってきて。上原 100% になってもらって今日は。で、今お洋服着ていらっしゃると思うんですけど、下のスカートとパンツ、全部脱いでもらいます。やば、見えたぞ。って思うじゃないですか。見えたらどうすんの。手に持ってるお盆あるじゃないですか、はい、これで隠してもらう。で、お盆で隠すっていうことを今日はちょっとやってほしいなと思って、はい。なんで、お盆持ってるんで、もうここで脱いでください、ね、え、これすごいね。え、すごっ。隠れとる。いけました。脱ぎました。脱ぎました。はいはい、じゃあちょっとお盆渡しますから。気をつけてくださいよ、見えちゃうから本当に。どうしよう。はい、じゃあどうしよう。お決まりのあれやってみますか。お盆を返す。そんな早くできないんだけど。はい、じゃあ上原さん早速。じゃあ行きます。どう？すごい。すごいです。うまいですね。本当？上原 100% なってますよ。ちょっと上原さん動いてみてくださいよ。そういうお盆持って。むずいな、これ。むずくない？隠れてますよ、でもちゃんと。すごいね。苦手系じゃない？そう、なんか下手くそかなと思ってたら、うまいですね。隠し慣れてる。ちょっと歩いたりとかできないんですか？そう。テレビ出れない？すごい。うまい。隠れてるちゃんと。え、結構いけてる。余裕じゃないですか。すごい。ちょっとなんかしゃがんだりとかもできますか。むずい。いけてんの。え、でめっちゃくちゃできてますちゃんと。すげえ。むずい。え、でもめちゃくちゃうまいですよ。はい。もっと動いてほしいぐらいですね。片手でお盆持って横歩きとか。無理ですよ。すごい、できてますよ。隠れてますよ。じゃあなんかお盆簡単そうなんで、もう一個用意してるんですよ。こちらです。何ですかこれは。タオル。はい、これバスタオル今日も用意したんですけど、これ今下脱いでるじゃないですか。上も脱いじゃおうかな。なんで？全裸です。やだよ。全裸になって、そのタオル1枚で、上原 100% やってほしいな。やだよ、無理だよ。だって上も下も気使わなきゃいけないってことでしょ。はい、ちょっと難易度上がります。ちょっと脱いできてもらって、はい、お願いします。はい。え、むずいんだけど。ちょっとじゃあ今度はバスタオル使って。でもこれバスタオル大きいからさ、意外といけそうじゃない。まあ確かに。じゃあバスタオル一周しますか。噛んでいいの。はい。ダメです。手だけで持ち手を変えて。え、むずくない。そうです、そうです。え、むずできた。結構いけるじゃん。余裕そうですね。やっててどうですか。安心感ありますよね、でも。安心感はないですけど。おー、すごいすごいすごい。え、すごい。危ない危ない。ちょっとバスタオル半分に折ってやってみるのどうですか。え、やだよ。ちょっとお願いします。あっ、ちょっと事故事故。どうすんの。おお、すごい。すごい。隠れてますよ。意外といけるじゃん。ちょっとじゃあそれも一周。これも一周すんの。え、アキラさんってこのタオルでもやってんの。いや、ちょっとわかんないっす。オリジナルティー溢れてる。で、すごい。で、じゃあ上原さんちょっと余裕そうなんで、はい、ちょっとこっちのタオル、これはでやってほしいです。
ちょっとちっちゃくなります、サイズが。ふわふわしてる、はい、これちょっと難しいんじゃないですか。難しそう。ちょっとじゃあ横にしてみてください。これ結構やばいじゃない。平気ギリギリね。だって下を隠そうと思ったら上が出ちゃいそうだし、下とさ上が両方隠すのがむずい。この横にした時、おお、むずこれ。いけた、イエイ。すごい余裕そうっすね。結構いけますね。じゃあ最後これで、ちょっとこれどうですか。なにこれ、ね、絶対無理でしょこれ。これちょっと当ててください。じゃん、絶対無理じゃん。じゃあちょっとダメだよこれ。ちっちゃいタオル当ててもらって、で僕あの下のタオル取るんで。横が出てるもんな。でもまずちょっと隠してください。うまくわかるもん。じゃあ、じゃってじゃって。はい、じゃあいきますよ。引くの。はい、はい、ちょっと引きます。3、2、1。これは無理です。もうバンです。どうでしたか。いや、どうですか。最後ちっちゃすぎて、もうちょっと横幅がちょっと無理でしたね。もうちょっと私が痩せて小柄だったら大丈夫だったかもしれないけど。隠れてましたけどね。いや、あれどうにもできないじゃないですか。ダメ、ダメでしたか。ダメです。これちょっと攻めすぎましたかね。ダメです。じゃあちょっと上原 100% ということでしたけど、できましたね。でも意外と皆さん良かったと思う方はグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。それではバイバイ。パッパイパッパイ。